クレイジージャーニー、この後すぐ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あれですね、見れました、漫画だこれ。今夜丸山ゴンザレスが世界一危険な島へ。あれですね、見れました、漫画だこれ。しかしカメラを一度しまってくれ。どういうこと、どういうこと。ゴンザレスがまさかの拘束。めちゃくちゃよ、もう。番組初の大トラブル、果たしてその結末と。松本北小池 VS クレイジージャーニー。前回はゴンザレスの世界最大級のスラム街、ケニアのキベラスラムに行ってくださいましたけども、はい、うん、すごかったですね。すごかったですね。迫力ある映像で。前回ゴンザレスは、あ、ちょっと見てもらっていいですか。ドブの中に人入ってます。川ですね、ドブ川ですね。世界最大級の規模を誇るキベラスラムに潜入。あ、ちょっと見てもらっていいですか。足開いてますね。うわー、熱っ。足そのまま焼いてるって多分見たことないんで。本当だ。相変わらずの体当たり取材を担当。生臭いですね。いやー、生臭い。スラム街ならではともいえる過酷な現実。そしてちょっとこれ見てもらっていいですか。バラックの中に一室なぐらい立派な建物が今作られてますね。環境改善を急ピッチで進める政府の努力を我々に伝えた。結局あの固まってたのは謎は解けてない。解けなかった、はい、解けなかったです、ね、餌も何もなくただ集まってた。顔だけ寄せ合ったんで。ゲームで言うとあれなんかあのセーブする感じの、そうそうそういう解明ね、なんかそういう感じですね。はい、ということで今回は小田さん、どこに、どんなところに、はい、今回僕がお伝えするのはこちらです。湖に浮かぶ島丸ごとスラム。どういうこと。なんか確かに変な感じの島でしたね、あれね。あのアフリカ最大の湖ビクトリア湖っていうのがあるんですけども、そこにですね、島浮かんでる島があって、そこは丸ごとスラムになってるっていう、丸ごと、はい、話をちょっと聞いたことがあって、はい、まあちょっとそれで早速なんですけど、あの VTR がありますので、はい、そちらの方に、はい、はい、世界最大級のキベラスラムを取材したゴンザレスが続いて向かったのは、アフリカ最大の湖って言われてるあのビクトリア湖っていうのがあるんですけど、その中にあの島丸ごとスラムっていうようなところがあるらしいんですよ。それは右ごとで、そこに行きたいんですよね。島丸ごとスラムっていうのもなかなか珍しいんで、まあ、そこの生活の実態であるとか、なんでそこにスラムができたのとか、それ成り立ちとか、そういうのを含めてちょっと見に行きたいなと思ってます。アフリカ最大の湖ビクトリア湖にある島全体がスラムだというミギンゴ島。あ、なかなか大きいね。しかしその島があるビクトリア湖は急激な天候の変化が多発する地帯で、年間5000人もの人が命を落とすという。そんな危険な場所にある島になぜ人々は住み着いたのか。早速ナイロビから国内線で1時間ケニア第3の都市キスムへ移動。この日はここで夜を明かし、翌朝4時ミギンゴ島への船が出る港町ソリを目指す。ここから車で5時間の移動となり、ステーション午前9時ようやく目的地に到着。じゃあ行きましょう。
本当にだ、うん、準備はいいか。ゴンザレスが手配した船乗りたちと落ち合い、ビクトリア湖へ。大変の雨ですけど、まあ、雨はいいんですけど、普通だったら別に気にもしないですけど、まあね、この雨の中船乗るのはちょっと不安ですね。ああ、湖見えましたね。うわ、すげえ広い。海みたいですね。本当ですね。ここがアフリカ最大の湖、ビクトリア湖。琵琶湖のおよそ100倍もあるという広大な湖に、島丸ごとスラムの右魚島が浮かんでいる。この船で行くみたいなんですけど、ちょっと見てもらっていいですか。めっちゃ水とか溜まってる。わ、頼りないんですけど。大丈夫なの？まあとりあえずこれで行ってみましょう。そうでしょ。年間5000人が亡くなる湖を進む割には手作り感満載の船。どうですか今の心境は。いや、まあ、なんかいよいよ出発って感じですね。ちょっとこう船でこういう取材することってほとんどないから、ちょっとまあワクワクしてますよね。楽しみです。ミギンゴ島までは港からおよそ30キロ、時間にしておよそ2時間の船旅となる。お、正直どんなところか全然わかんないですから、もう行ってみないと。30分を走ると辺りの陸地もだいぶ見えなくなり、海のような光景が広がってくる。怖い、俺はすげえ怖いわこういうの。すると、うわ、うわ、傾いてるんじゃないですか。なんのしょうもないわこれ。誰も助けてくれないんじゃないですか。そうよ、だいぶシャゲってなるから気休めですよね。そう、悪天候のせいか風とともに波が高くなり、船が大きく揺れ始める。いやいや、すげえ嫌や。なんか水が後ろの方に溜まったみたいで吹き出しそうです。ね、不安だわ。あれも後ろに。そうですね。最悪な船旅が続き、出発から1時間が経とうとした時、おい、あれがミギンゴ島だよ。なんかあそこにも見えるのが、あ、もう島が見えてるって船頭さんが教えてくれたんですけど、あの白くて小さい島が見えるだろう。あ、島の横に見えてるちょっとうっすらと影が見えるんですけど、そこがそうだって教えてくれました。早くもミンゴ島が見えるエリアに到達。そして、なんだ、あれですね、なんか銀色っぽい。見えますか、あの島の横の、うわ、ちょっと人工物みたいな固まってるあたり。現れたのは島丸ごとスラムという名にふさわしい人工物で埋め尽くされた奇妙な島。すげえ、うわ、ゴンザレスが興奮するのもそのはず。目の前には理解しがたい光景が。人々はなぜこの場所で暮らしているのか。その謎を解くため、いよいよミギンゴ島に上陸。とその時、カメラを一度しまってくれ。え、どういうこと、どういうこと。おい、やだやだやだ。突然通訳からカメラを止めるよう指示が。何、実はこのミギンゴ島、ケニアと隣国ウガンダが一緒に管理している島。
今回我々は両政府の取材許可書をもらっているのだが、それでも島のウガンダ警察が取材を快く思っていないという情報が通訳のもとに入ったのだ。強行すれば身柄を拘束され、これまでのテープも没収される恐れがあるという。一旦島に上陸し取材交渉を試みたのだが、なんと許可は下りず、あろうことかビンゴ島内の監視がついた小屋で軟禁状態になってしまったのだ。結局政府の許可書を持っている我々の主張は退けられ、この日はこのまま小屋で一夜を明かすことに。かわいい。そして翌日、この日の日没までには元の港町に戻らなければならないため、通訳も必死の交渉を続ける。しかし依然として許可が下りず、時刻は午後3時に。日没も迫り、完全に諦めムードが漂い始めたその時、本当ですか？やりましょう。見せるね。なんと土壇場でウガンダ政府と警察が話し合い、取材の許可が下りたのだ。しかし与えられた時間はわずか1時間。いつにないドタバタの中、取材を開始。すごい。いや、足場がもうすごいですね。足場すごいですね。気をつけてください。足切りそうです。これもう本当に岩の島って、そうですね。なんでここ住んでるの？土がないですね。はい。中入ります。おお。なんかここちょっと道になってますね。左右にあのなんか建物がバッと並んでて、入り口が道側に向いてるんで。まずはこの島の全体像をつかむため、島唯一の道を奥へと進んでみる。一本道だ。すごいねこれ。結構派手な格好したお姉さんたちもいます。ああ、もう海ですね。ちょっと海地がもう際ですね。ちょっと端まで行ってみましょう。でも足場がとにかく悪いっす。何や。いや本当ですよね。なんでここにこんな建てんの。すげえ。うわ。徐々に狭くなる小屋と小屋の間を抜けると、いやいや嘘です。うわ、出ちゃいました。反対側すぐ出ちゃいました。10分も歩いてないですね。狭いんだな。わずか10分足らずで島の反対側に到達。でも先ないです。ほら怖い。どうやらこのミギンゴ島はサッカー場の半分程度の大きさ。傾いてるもん。こんな小さな島に一体なぜ人々が住み着くのか。なんで、ね、その実態を探るべく聞き込みを開始。あ、はい。これここは何ですか。このここは売店よ。ちょっと中見せてもらっていいですか。ええ、いいわよ。はい、じゃあ先端ケンタ、OK、 はい。靴とかも売ってます。あと子供が普通にいます、この島に。これはあなたのお子さんですか。ええ、そうよ。
どうやらこちらは飲料水やサンダルなどの日用品を扱う売店。なんでこの島で商売してるんですか？この島は競合が少ないから儲かるの。なんでこの島そんな儲かるんですか？魚のビジネスがうまくいっていて島全体の景気がいいのよ。なんかここの魚のビジネスがすごいこう潤ってるらしいんですよ。それでそれをお金を目当てにここに来て商売してるってことみたいです。さらにあ、ちょっとここヘアカットのお店っぽいですね。なんか中見てもこんな感じで床屋さんですね。だいぶ肩のと髪型ばっかりな。なんでここで商売始めようと思ったんですか？漁師がお客でたくさん来るからだよ。漁師はここに寄る立ち寄る。これ一人一回いくらですか？